はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。松尾市の石塚伊です。あの、今回は、あの、以前までの、こちらの動画でですね、私のブログで紹介をさせていただいた、あの、千葉県中小企業と事業継続支援金、えー、こちらのですね、コールセンターと、あの、特設のサイトがですね、解説されましたので、そのお知らせをしていきたいと思います。 こちらですね、コールセンターと特設サイトがですね、オープンいたしました。こちら、詳細につきましては概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらをご覧いただきたいんですけども。そしてですね、あの申請の方がですね、本日からですね、スタートいたしました。本日から始まりまして、12月28日まで申請期間となっております。 そしてですね、申請の方法なんですが、えこちらはですね、まあ、オンライン上の申請、えもしくはですね、あの、郵送の申請といった形になっております。え今のところこの窓口等ではですね、ま申請受付していないと、ことなので、ご注意をください。えそしてですね、この申請の申し込み用紙なんですが、まあ、オンラインの方はですね、まあ、特設サイトの方からやっていただくんですが、えこちら郵送で申し込み希望される方はですね、え申し込み用紙ですね、申請書類なんですが、えこちらがですね、 8月のまあ10日ぐらいから、この松尾市においては、松尾市の商工会議所ですね。いやですね、松尾市の市役所のですね、商工振興課、あの、軽用ガスのですね、ビルですね。こちらの4階ですね。そういったところですね、取得可能となっております。またですね、千葉県だとの県税事務所はですね、あと千葉県庁の方でもですね、えっと、こちら、配布されるといった予定だとのことです。はい、以上ですね、本日はあの千葉県中小企業と事業継続支援金のですね、お知らせをさせていただきました。 えー、暑い日が続きますので皆様また、熱中症にはくれぐれもお気をつけください。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。失礼いたします。